パチスロ。パチスロとは、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律の適用を受ける、第4号営業店、パチンコ店等に設置される、スロットマシンに似た遊儀機のことである。パチンコ型スロットマシンの略称。法律上は、改道式遊儀機と称するが、業界としての正式名称は、 オリンピアマシンとすることが1981年4月に決定している。第4号営業店で稼働するパチスロは、保安通信協会、保通協によって行われる形式試験に適合している必要がある。カジノで稼働するスロットマシンは回転するリールが自動的に停止するのに対し、パチスロでは遊戯車がストップボタンでリールを停止させる。これは、 パチンコと同様に遊戯結果に対する遊戯者による技術介入を求める法的要件を満たすためである。当初のパチスロ機はカジノ向けに生産されていたアップライト型のスロットマシンの筐体を流用していたが既存の第7号営業店舗に導入する際の利便性のためにパチンコ台を設置する枠にそのまま設置できる筐体が開発された。 パチスロは、スロットマシンを、パチンコ台の空間に入るよう製造されたもの。ただし、例号機の時代はその限りではなく、筐体はそのまま外国のスロットマシンと同じものだった。そのため当初からパチンコを設置している。店の一角に、パチスロのコーナーが設けられていて、商品との交換方法もパチンコの方式を、巡用しているところがほとんどである。同一事業者が、パチンコ門店。 パチスロ専門店を隣接して、法的には別店舗として営業を行っている場合もある。また、2012年以前は、パチンコとパチスロの交換率が異なったり、極端な場合では同一店内のパチスロでも、機種やコーナー、イベント内容によって交換率が異なるということも見受けられた。現在では、一物一家の徹底が求められ、イベント自体も規制された影響もあり、 パチスロコーナー間での交換率が異なるという営業はほぼ見られなくなっている。徹底されていない地域では低貸しコーナーと20円貸しコーナーでの交換率に差がある場合もある。遊戯に使用するメダルの仮賃は1枚20円以下、消費税分は除くと定められている。以前は1000円でメダル50枚を単位として貸し出しを行う店が多かったが、 消費税率の上昇に伴いメダル代への消費税転嫁が問題となったため、2014年4月に貸し玉料金に消費税相当分の上乗せを認める旨の改正が行われており、以後は1000円でメダル47枚、21.27円、倍の貸し出しとする店が増えている。またパチンコ同様に2000年代以降貸しメダル料金を低く抑えるサービスが広まっており、 当初は1枚あたり10円、低くても5円が主流であったが、現在では1から2円、倍での貸し出しを行っている例もある。パチンコとの遊戯性の違いは、ある程度の技術介入要素が明確であり、出玉を左右しやすい点にある。つまり打ち手のレベルやテクニックによって、目に見えて差が開きやすい。しかしながら、システムや遊戯方法にある程度の理解がないと、 遊戯する上での楽しみや興奮が少なく、始めるにあたり、ハードルが高い、と思うものも多い。特にパチンコとの顕著な違いは、あらゆる役が当選しても、遊戯者がその絵柄を決められた位置に止めないと払い出しを、受けられないという部分である。ただし本来は、パチンコでも、役が当選しても、解放した入賞校に玉を入れられなければ、払い出しを受けられない部分は同じである。そのため、 ボーナスや省略は基本的に遊戯者が止める必要がある。4号機が発売されていた時期はパチンコのホールをパチスロ専用のホールとして改装する店が多くあった。これはパチスロの演出の変化により店内の BGM や放送及び照明がパチンコのものと両立しくなってきたためである。もちろん当時のパチスロ人気の高騰も原因の一つだった。これは パチンコの出玉に関する規制が一時厳しくなったために、より爆発力の大きいパチスロに客が流れた子に原因があった。しかし5号機の時代に入りパチスロの出玉規制が強化されたため、一旦はパチスロブームが下火になったが、2010年頃からアート機種の台頭により、再度人気が盛り返しつつある。このことからもわかるように、 有疑者は大量のコインを短時間で獲得できるような仕様のパチスロ機を求め設置するホールも客の求める機種を多く設置するためメーカーもそのような機種を発売するそのために常にギャンブル性社交性の高さが問題となりその度に当局より規制を受けることになる公実参照三重県では全国的にパチスロが普及した後も公安委員会が パチスロの導入を認めないという理由で、パチスロ台が1台も稼働していない状況が続いていたが、2000年にはパチスロの導入を認める方針に転換し、同年7月より30県内でもパチスロが一斉に導入された。2005年、これまでのメダルではなく、パチンコ玉にて遊技するパチスロ機、通称パロットが3強から登場。 メダル3枚に相当するパチンコ玉15発が1回の遊戯台となる。しかし、設置台数はほとんど増えず、パロットはほとんど見ることがなくなった。また、筐体の変化も様々で、床置きタイプの筐体なども少ないながら存在した、箱型以外のパチスロ機は、ホールは現存しない。パチンコにも共通する内容ではあるが、ホールから撤去された、 パチスロ台を一般ユーザー向けに再販を行う市場が存在する。これらは一般的にイエスロと呼ばれるものであり、個人のユーザーが過去に設置されていた台を収集して遊戯を行ったり、インテリアとして設置が行われている場合がある。1964年、日本初の街道式遊戯機機が風俗第7号営業の認可を受け、ホールに設置された。 スロットマシン型のこの遊戯機は日本で同年に開催された東京オリンピックにちなんでオリンピアと名付けられた。ゲーム機メーカーのセガは同業の台東貿易、現台東と共同会社である株式会社オリンピアを設立。セガがかねてより製造していたスロットマシンを応用した製品の製造を通し販売営業を分け合った。なお、この会社は現在は存在せず、 現存するパチンコパチスロメーカーの株式会社オリンピアとは関係がない。オリンピアでは1ゲームに投入できるメダルは1枚、絵柄の組み合わせの有効ラインは1つで、ボーナスゲームはなかったが、後続機種であるニューオリンピア以降は特定の絵柄が揃うと、以降の7ゲームは第1リールに特定の絵柄が出現するだけで10枚のメダルが払い出される、ボーナスゲームが付加された。 以下、代表機種については検定審査通過順に記載する。オリンピアに始まる、街道式遊戯機の人気はほどなくして、下火となるが、1977年7月、マックス・ショージより、ジェミニが発売され、アメリカンパチンコ、アメハチという呼び名で、再び台頭し始め。ジェミニでは、1ゲームに投入できるメダルは、最大3枚、絵柄の組み合わせが有効となるラインは、 メダル三枚を投入した場合、上段、中段、下段、右下がり、右上がりの5ラインとなった。ジェミニの筐体や主要部品には、米国のゲーミング機メーカーであるバリー社の製品が流用されており、それらの部品は同業者の組合を作って、業界を成立させる目的から、同業他社にも供給れた。そのため、当時のパチスロは、 従来のパチンコ店の事情を考慮したサイズになって、おらず、パチンコ店がパチスロを新規に導入する場合は、パチンコ台を設置する枠を撤去する必要がままった。パチンコ台の枠に設置できるパチスロ筐体は、し始める。この頃、すなわち1985年に施行された風、適法以前に作られたパチスロ機は、後に0号機と呼ばれるようになる。 目押しのできるプレイヤーにとっては攻略の対象になった。リールもギアで動くものだった機種では、窓を押さえることでリールを止めることができたものもあった。役は、ボーナスゲームと小役ゲームのみで構成され、一度ボーナスゲームが当たると、次回のボーナスゲームが効率で当たるようになっていた。ただし、機種や絵柄によっては、単発で終わる、ボーナスゲームが存在したり、 抽選などの要因により打ち止めに達する前に通常状態に戻るパンク場合もあった。また、レンチャンの規制もなかったので荒い波を持った機種もあった。当時の営業方法は定量制で一定数のメダルを払い出すと打ち止めとされ強制的に遊戯を終了させるのが一般的であった。商品との交換率も10枚交換などというホールが 珍しくなかった。メダルサンドもまだなく、紙で冒金状に包装した五十枚のメダルをカウンターで千円で貸し出していた。また、メダル貸し出し単価や機械仕様が統一されておらず、都道府県ごとに異なるレートが適用されていたり、それに合わせて、打ち止め枚数などの仕様が異なっていたりした。都道府県ごとに規制が異なったため、例号機では、同一機種でも隣の県では異なる。 ゲーム内容となっていた。1985年、パチスロに新風営法に基づいた全国統一認定基準が定められ、1号機が登場。現在のボーナスシステムと同等のゲーム性を搭載した。不正改造対策により登場。A タイプのみ存在。順増方式のみで約360枚で打ち止めとなる。ボーナス終了時に、 打ち止めとなるのは0号機時代の名残である。1988年に2号機が登場。ボーナスの抽選方法が完全確率方式に統一され、吸い込み方式などは全廃された。コインを50枚まで貯留できるクレジット機能が採用されて操作性が向上した上にシングルボーナスや集中薬など新しい遊戯機能が許可されたことにより、 ゲーム性が従来と比較して格段に向上した。その一方で1ゲーム4秒、3号機以降は4.1秒の規制が加わり、スピーディなプレイが難しくなった。1990年に3号機が登場。2号機のギャンブル性を抑えた仕様であり、人気のあった集中薬に対する規制が強化された。しかしゲーム性が確一化されたことにより、 結果的に基板の交換やラムの書き換え、いわゆる注射などによる違法な状態、裏物での営業が蔓延し、一部の機種を除いて、ほとんどが裏物化される地域もあった。それへの対処として、大規模な基板回収や、再封印が行われた結果、パチスロ人気は急落した。また、検定取り消しになった機種もあったが法的な、拘束はなく、4号機から5号機への移行のように、 即時に撤去されることはなかった。末期には CR 機の試作機も作られたが、様々な障壁により、製品化は2006年に発売された CS スロゲンジン、アビリットで待つことになる。1992年に4号機が登場。3号機よりもコイン持ちを良くするために、最優儀、リプレイが新たに搭載されるようになった。フラグ告知機能も許可されたが、 当初はあまり活用されなかった。他にも、オートリセット機能、3号機までは、ビッグボーナス終了のたびに店員を呼んで、リセットをしてもらう必要があったの搭載払い出しに、関係のない絵柄、多くの機種における中、右リールのチェリーなども4号機から認められている。さらに、ビッグボーナスに、期待値方式を採用し、獲得枚数が、 毎回変化するようになったことも特筆される。また、3号機までは1メーカーにつき2機種までしか販売が許可されなかったが、4号機からは何機種でも販売できるようになっている。ビッグボーナス中に3回のジャックゲームが入賞可能な A タイプ、同じくジャックゲームが2回、ないし1回まで入賞可能な B タイプ、ビッグボーナスを搭載しない、レギュラーボーナスもしくは、 後に登場する CT や AT によって、出玉を獲得する C タイプの区分が生まれた。4号機の規定の盲点をついた、省薬回収打法、パチスロ情報誌の命名により、一般に DDT 打法や KKK 打法と呼ばれる、リプレイ外しなど、打ち手の技術介入度が高い機種が続々登場。目押し前世時代と言われる。一方で、 3号機の終焉と共に消滅したと思われた裏物は、ギャンブル性を求めた客側と利益を上げたい店側の利益が合致し、キングガルフ、ビガー、エイトマンなどが裏物化され、長期にわたって鉄火場を演出した。1998年にチャレンジタイム、CT が許可され、ウルトラマンクラブさん、サミーをはじめとした CT 機が流行。その一方で、ジャグラー、 北電子に代表されるリーチ目が分からなくても特定のランプが点灯すればボーナスが確定する完全告知マシンが高齢者や初心者を中心に人気を集める。沖縄ではオキスロと呼ばれる独自の機種が人気を集めトリプルクラウン、シオサイハナハナなどは後期まで根強い人気を誇った。なおオキスロは日本本土にも設置されたが それらは裏物に基板が交換されるものが多く、オキスロが完全告知であることで、さらに興奮を煽っていた。完全確率をベースとした規制を受け登場した4.05機で、あったが拡大解釈により、大幅な変貌を遂げることになった。2001年に、初のストック機、ブラックジャック777が登場。また、リール以外の手段を用いて、 演出を表示できる筐体が登場する。当初は簡易なドットエアフラッシュが主流であったが、その後、フォースリールや液晶搭載機、ゲゲゲの鬼太郎で初搭載の登場度で筐体そのものも大きな進化を遂げた。その中で最大711枚の出玉が獲得できる大量獲得機の登場やアシストタイム AT がブームになり、1日で数万枚、 10日交換なら1万枚、イコール20万円以上という、異常なまでの出玉性能を持つ機種が登場するなど、社交心を煽る流れは加速していった。過激化する一方の出玉性能が世間で問題視され、はじめ、灼熱希望、ロデオが発売中止になるなど公安委員会も動きを見せる中、2002年7月に日電協は規制を自主的に改定し、 適度な社交性を超える恐れがあると認められる遊戯機と判定した4.05機の一部機種を4.15機と故障することとした。さらに2003年には同じく改定前の著しく社交性が高いと認められる遊戯機と判断された機種は検定を取り消され撤去された。前述の通り社交心を抑えるために日電協は2002年7月自主規制を改定。 これ以降に審査を通過した機種を4.5号機と故障することとした。それまで人気を博していた AT 機は事実上審査がほぼ通らなくなり、スーパーリノで初搭載されたサイレントストック型のストック機がメインとなった。4号機におけるビッグボーナスの最大獲得枚数である711枚のビッグボーナスがストック機能によって連チャンする吉宗の登場以降、 同様の大量獲得レンチャン機種が多数発売されるなど長時間では及ばないものの短時間での出玉性能は4.1号機に負けない機種も多かった。社交心を抑えるために導入された4.5号機であったがそれでも十分ではないと判断され2004年に1月に規制を強化し以降に審査を通過した機種を4.7号機と故障することとした。 総じて4.5号機より出玉性能が抑えられているが短期的な爆発力は登場当初の5号機と比べれば以前買っていたため客のニーズは高く多くの機種が検定期間満了まで設置されたすべての4号機が殺されたのは2007年9月30日である。またパチンコ店からは撤去されたものの人気の高かった4号機の多くは若干の改造を加えられるなどして ゲームセンターなどで新たにメダルゲーム機とて転用されたいわゆる7号転用機。2005年登場。事実上、社交性が高くなりすぎた4号機への規制を意図した要件改定のため、検定基準も厳しくなり出玉性能が大幅に制限された。短時間での出玉制限やボーナスのストック機能が禁止されるなど出玉の波が穏やかになり、 4号機時代のような大量獲得も不可能になったように思えたが、2006年5月発売のボンバーマンビクトリーに初めて搭載され、その後流行したリップパン外しやノーマルタイプに代わり、主流となったアート機種、AT 機種など並の荒い機種が次々と開発され、四号機と比較して引きに左右される他獲得に時間はかかるものの、万枚、果ては2万枚クラスも、 獲得可能な機種も登場している。2018年9月20日に大都議県の兵、鏡が初の6号機として登場。5号機より検定基準が厳しくなり、出玉性能がさらに制限された。5号機末期の5.9号機時代に採用された有利区間の概念も引き継がれ、1回あたりの有利区間の長さは最長で 1500G。 出玉は最高で2400枚に制限されている。また、ノーマル機におけるボーナスゲームの最高払い出し枚数も5号機の最大480枚から最大300枚に規制強化されている。払い出しなので、純増枚数はもっと少なくなる。一方で、5号機時代の自主規制が一部撤回され、AT 機の開発が可能になり、 一時位あたりの順増枚数制限が二点零枚から無制限となったほか、通常区間と有利区間の滞在区間比率が撤廃されたため、遊戯の大半を有利区間とすることにより、天井機能が復活した。また、六号機の使用上、高順増機では短期でラマ率をクリアするために有利、区間開始ゲームからの百から二百ゲーム間前後は、当選すら不能な無中線区間を設置して、 克服したり、出玉減少区間を設置するなどして、バランスをとっている。このため、一撃の出玉には制限はあるものの、5号機時代より短時間でまとまった出玉を獲得することができるメリットもある。さらに、有利区間終了後の通常区間から有利区間へ移行した後の体育館を引き戻しゾーンに利用することで、理論上は、 一撃2400枚以上の出玉を獲得することが可能。初当たり確率が設定差によって大きなばらつきがあり、高設定では早いゲーム数で当選しやすく6号機特有の安定した出玉性能となっているが、低設定では5号機以上に重い初当たり確率に加えて異ゲーム数まで行きやすいために1日を通してプレイヤーが勝つことは、 稀な絶望的に近い仕様となっている。天井による恩恵は機種にもよるが、順増枚数と残り有力間ゲーム数と出玉制限も了するとメリットが少なくなっている。2002年以降、出玉状の規制が行われ、スペックの変化は様々であるが、出玉設計以外の分野においても規制の余波が届いている。なお、下記に記載される規制については、 各都道府県や地域による温度差が非常に大きく全国一律の規制ではないことに留意を要する。原則的に来店客に対し社交心を煽る店内行為が自粛されている。2007年10月からすべての遊戯場、パチンコ店やパチスロ専門店に設置できる機種は5号機のみとなり4号機は設置できなくなった。しかしながら4号機での 北斗の県、北斗の県 SE、吉宗、オス、番長、非放電への入れ替えのように、一気に重大単位で入れ替えるという傾向は見られず、4号機、ジャグラーシーズから、アイムジャグラー EX への入れ替えは除く、メーカーによっては4号機の下取り、新たなリースプランの導入などで、入れ替えの経費を抑え、促進しているにもかかわらず、数台ずつ導入していく店がほとんどであった。 中には、島を改造して、パチンコ台に入れ替えたり、ベニヤ板で台の入っていた場所を塞いで、総台数を減らしたするところもあった。4号機人気によって、パチスロ専門店として、改装、開店した店が、再びパチンコとの併設点。花はだしい場合は、パチンコ専門店に戻ったり、パチスロ専門のゲームセンターへの移行や、店自体を廃業を指りする例も見られた。 二号機以前から営業していたような老舗の閉店も相次ぎ、一時は深刻な事態となった。2007年4月27日に業界第6位の大英、本社、藍津若松市が東京地裁に民事再生法適用を申請したことをはじめ、2007年度のパチンコ店倒産件数は前年比37.1%増の大幅増加となり、 同年度パチスロ期市場規模、メーカー売上高ベースが2007年度、5009億円、比51.6%減の2423億円に落ち込むなど、パチスロを取り巻く環境は一気に厳しくなった。パチスロ専門店の店舗数も2006年の2086店をピークに減少傾向が続き、2010年には903店と、ピーク時の半分以下に落ち込んでいる。 パチンコ店店舗数も参照。また2007年秋以降、一部のパチスロ店で4号機以前のパチスロ機を意図的に撤去せずに設置し続ける例や、4号機以前の台を並べた無許可営業店、俗に闇スロ、地下スロなどと呼ばれるが現れており、このような店では菓子メダル1枚の単価が100円を超えるような高レート営業が行われることもある。 これについての摘発事例も報道されている。地下スローについては、暴力団が関与している疑いも浮上している。また、2010年頃に、金スロと称した金箔カードの自動販売機なるものが、登場。これには4号機のパチスロ台が接続されており、金箔カードを購入するおまけとして、パチスロを遊戯することができ、ボーナスを当選すると、金箔カードがさらにもらえ。 金箔カードは併設の古物店で現金で買い取ってもらえるいうものである。発案者はあくまで自動販売機であり合法であるとしているが、2013年に風営法違反で摘発されている。詳しくは当該項目を参照されたい。一方、5号機も2008年に行われた規制緩和と、それによってアート機を中心に多様な機種が投入されたこともあり。 2010年5月にはパチスロ設置台数が久々に前月比で増加に転じ、警察庁調べによるパチスロの設置台数も2010年には久々に対前年比でプラスとなるなどパチスロ市場が底入れし、その後のアート機の流星を背景にパチスロ機の増大が続き、パチンコ機の島をパチスロに転換するという逆転現象が起こるようになるなど一転して、 パチスロ市場は活況を呈したパチンコ店設置台数も参照。この頃は一回交換や定量性の営業が多く無制限営業もあったが現在よりも割合は低い交換率も10日交換8枚交換まで様々なバリエーションがあった。この頃はパチスロだけではなくパチンコでも一回交換やラッキーナンバー営業定量性の営業が多かった。 当時は10日6枚交換は無制限営業、7枚交換以下は1回交換が多い。この頃になると、店側のモーニングサービスやスペック上の問題等から、営業形態は1回交換や、定量性から無制限へ移行。店側のモーニングサービスが、イエローキャンペーンで事実上廃止された後も側は1回交換へ、戻ることはなく無制限営業が事実上定着した。 以後5号機時代へ突入した現在も無制限営業が主流である。交換率も同様にそれまで6枚交換や7枚交換等で営業していたホールが10日会等へ移行する現象が見られた。しかし高設定イベント等では1回交換を行う店もあった。5号機時代になって従来のメダル1枚20円から5円、内市10円に単価を下げた営業も見られるようになった。 通称5スロや10スロと呼ばれている。最近はさらに単価を下げた2円単価、2スロ、さらには1円単価、1スロも存在する。一方で、2014年4月より施行された消費税率8%化に合わせ、1000円あたり47枚、1枚、約21.27円に単価を上げた営業も見受けられる。5号機は機種ごとに、ボーナスでの獲得枚数に、 違いが出るバリエーションの豊富な機種が生まれた、テーマイ448枚また RT、リプレイタイムやアート、アシストリプレイタイムの登場もあり、イベント以外で1回交換という営業は見られなく、なった。4号機の時代に比べて、社交心を煽るような営業方法は自粛されるようになってきている。パチスロは、日本国内だけではなく、国外にも存在する。 これらは基本的に日本で開発された台を利用したものである。そのまま利用していることもあれば何らかの改造を受けているものもあり、台湾等一部ではあるが完全にオリジナルの機種が存在することが確認されている。韓国ではソウル市内を中心に多数の店舗が存在していた2006年2月末時点。説明書きなどはハングルに直されている場合もある。 機種は古いものでは、大花火、新しいものでは、悲劇に夢中。まで確認されている。店の規模は40から50台程度のところが多く、ほとんどの店は、韓国の法律に照らすと不法営業である。貸しコインは1万ウォン、約750円で90枚貸してくれ、交換するときは100枚で1万ウォン分の商品券を、くれる。そのまま使えば一万ウォンは一万ウォンだが、現金に、 それなりに堂々と変えてくれるお兄さんを通すとそこから、さらに10%引かれるので、交換率で言うと6.3枚交換程度になる。ただし2006年末に、韓国版パチンコ機とも言えるメダルチギが、非合法化されているため、現在もこれらの店が営業しているかどうかは不明。北朝鮮では、平壌市にあるボーリング場、平壌ゴールドレーンの中にもあり、 日本と同様景品と交換できる。モンゴルでは、ウランバートル市内で数店舗が営業を行っている。台湾では、台北市など除いた一部の地域に、電子遊戯場において、ビデオスロット、バカラ等と共にメダルゲームの一種として運用されている。中には、日本のパチンコ、パチスロー線に設置し、日本のパチンコや顔負けの営業を行う、大規模店舗も存在する。 現金への交換は法律で禁止されているが、景品への交換については合法とされており、再プレイを目的とした特殊景品への交換可能。しかしながら現実問題として、特殊景品から現金への換金を行う店舗が後を絶たず、たびたび摘発が行われている。台湾のパチスロの市場規模は日本に次いで大きく、2018年に入り、エマがメンソ及び、 イミソーレ30を台湾向けに再販を行うほか、台湾バージョンと歌う特殊な基板の販売を開始した。日本国内のパチスロは5号機に移行したため、4号機以前のパチスロ台は2007年秋までに撤去されたことにより、一部業界関係者は、海外のカジノ等で日本人客を対象に旧式のパチスロ機による営業を行うところが増えるのではないかとの声もある。 ただし、同一のゲーム性のままで、カジノに設置することが不可能な国や地域も多い。例えば、ラスベガスなどでは、スロットマシンにストップボタンを設置することができない。日本国外では、日本における保安通信協会、保通協や公安委員会による検定制度に相当する制度が存在しない、あるいは制度が存在しても、検定基準が異なるといった理由から、 第二改造が加えられ、ゲーム性が当該機種本来のものと異なる、いわゆる裏物化している可能性があり、各国においてパチスロを打つ場合は注意が必要である。アルゼやイグットやエマは一部パチスロ機の海外バージョンを正式発売している。ただし、デザインはパチスロと同じだが、ゲーム内容はスロットマシンのものとなっているものや台湾仕様とし。 日本で販売されていた機種とは異なった挙動を示すものもある。アルゼはかつてはパチスロ筐体と同じ筐体。ただし沖縄仕様のアップライト型からストップボタンを除去した筐体を使用してたが、現在は海外ではオリジナルの筐体を使用している。すべて五十音順。括弧内の名称は略称、通称、ブランド名。 同一グループに属するメーカーは、主メーカーのところにまとめて、囲みで掲載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。